明けましておめでとうございます。明けおめ。年賀状出した、うん、もう何年も出してないな、うん、出してんの？出してないな。出してへんやん出してる場やん。やば、親とかは出してるけどな。まあ親世代はね、俺の親もそら出してたよ、うん、もらってないよ、お前の親から。なんで行くねん、お前に。なんか藤井もお年玉はって言ってたけど俺の親からのお年玉は同じこと言ってたケチやなとか言ってた。年末年始どうしてたの、くもちゃん？一生寿司に入れた。まあバイトでね、朝から晩まで寿司。楽しそうやけどな。食べてるみたいに聞こえるけどな、うん、そんなにやってない人は言うよね。負け顔うま。何日から何日？30から3日、朝7時に行って、何十人目の寿司も、寿司腰や。寿司腰じゃない。ああそういうことね。寿司腰寿司や。寿司腰そばじゃなくて。寿司腰。それは俺寿司食っとかん。寿司は食うてへんから。何粒握ったの？何粒ってない？5粒とかそれぐらい。でっかいの。このレベルの1粒。カミトぐらい。世界観。てか配達じゃなかったっけあんたって。今年は握る方やったな。格上げやった、うん、出世してるやん。出世した。寿司に触らせてもらってるやん。え、飲み会とかは年末年始の忘年会、新年会とか全くやな。え、そうなん、うん、なん、え、31からなんつってた今。何も聞いてへんやん。30から 3日まで、5日間ね。あ、でも聞いてくれ。うん、何？忘年会でもつ鍋にゴキブリ入ってて。やばない？やばやばないこれ。しかもあれ、ウネビで集まった時にさ、フットサル終わった後に行って、そこのモツ鍋が。へぇ、ウネビでフットサルやってたんや。あ、そこや。地元のメンバーで誘われてへんねん。誘われてた言ってたし。誘われてたや、別に。誘われてた、うん。あんたが年末帰ってこうへんっていうのはもうみんな知ってたから。これは誘ってへん言い訳やな。いやでもクモンの話ばっかり出たよ。メガネ変えたんじゃんみたいな。あいつそういやチョパスになったなみたいな。外見ばっかり。でそのあと行ったらびっくりしたね。やばいなそれマジで。1000円だけ割引になったわ。ええー。俺らも一人そういうやつがおるから、うん、めっちゃ交渉したあいつ。もうあいつやあいつね。テーブルでこれはやばいっつって店員さん呼んで、うん、その店員さんが多分バイトらへんやったの、うん、ほんまにリアルにあんなん聞いた初めて。君では話にならんからあれリアルで聞くことになると思わなかった。上のやつと話させてくれで、その日非番やったんか知らんけど、店長みたいな人と電話して、うん、その会話の内容までは聞き取れへんかったけど、うん、もうそいつの戦略としては、まあ確かにゴキブリがもつ鍋にしか入ってなかったと、うん、でももつ鍋に入ってきてるってことは厨房を歩いてきとるやないかと、うん、じゃあ他の食べ物もアウトじゃいと、うん、なんか知らんけどあっちも強気で拡散してくれるなら別にそれはどうぞみたいな、うん、好きにしてくださいみたいな、うん、でもその料理は無理です、そのもつ鍋代だけマイナスにします。1人1000円ではある。1人1000円前です。モス鍋だけ。そうそうそう、はい、でもしかしたら食べてもうてる可能性もあるし。そうよ、そういうことがあります。食べてもうたんや。何を？ゴキブリを。いやそれは分からへん。俺の宅の鍋ではなかった。3個ぐらい鍋切ってて、まんまの宅のその店の食べ物を食べた。うん、食べた食べた。食べてる可能性がある。食べといてほしいのは何だあと面白いゲーム聞いてきたけど。え、何ゲーム？この年人数では無理かもしれないけどさ、うん、大人数で何人か決めるみたいな機会があるやんか。10人ぐらいでさ、うん、2人だけじゃあ余った1000円もらおうかみたいな機会あるやんか、うん、でもその2人決める時のじゃんけんで決めようとしたらなかなか決まらへんやんか。その時のとっておきのゲーム、完璧やな。1、2、3、4、5のうちどれか決めて出すね、うん、一斉のでで入って出してじゃんけんみたいな感じで、うん、1回出して何でもよ。一斉ので、はい、でこれやったら今俺が5でクモン君も5でミヤちゃんが2やったらミヤちゃんの勝ちになるね。揃った人は強制アウト。ああなるほど、めちゃくちゃうまいこと言った。そうそうそう揃った人が強制アウトで全員負けで、揃ってないやつらの中で一番数が大きいやつが勝ち。だから5が一番そのカブランカ強いね。そういうこと、ね、そういうことか。面白い。そう、おもろいな。みんな5を出そうとして、はいはいはい、でかぶったら負けっていう。出すは1回ね。そう、なるほどね。だから
10人おって1で勝つやつとかもね。なるほどな。かぶって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 数字としては一番弱いけどかぶってへんから繰り上げで1位になる。はえー、それおもろいな。これがな結構な一発で決まったりするね。へえー、めっちゃ老舗やな。それ踏まえてもう一回ちょっとやってもう一回やってみようか。何もなしにやってもたからさっき、うん、そうね。ほんまにじゃあ後でお酒一人買いに行くにしよう。オッケー。これやって、おいおい、うん、行くで。いいっす。 5まで5まで、うん、5まで0はなし。おいしょ無理やろ。いいっす。すいません、ごめんなさい、すいません。この辺あの可愛い音楽みたいな、ファファッなんか花びらみたいな言うで、うん、いっせーので、あもうしゃーれー、雲の勝ちや。そういうことね。やるな、ゴーガちゃん強い。お前ギャンブル強いな。ゴーガちゃん強い。え、でも今のさ、俺が例えば3やったら5、4、3やん。それはどうなの？それは雲の勝ち。だから被ってない数字が大きいから、ね、うちで数字が大きい1人だけ。これ5出したやつが勝つで。いや、この人数やからやって。今だって俺4か5か迷ったけど、5出してても負けるだし。確かに確かに。4出しても負けてるっていう。うまい。あ、違う違う、あの酒買いに行くやつやろ。なんで俺勝ったーで終わらそうとしてる。いや、これすごい面白いゲーム。これは面白いわ。感想が早いわ。え？感想が早い。みたいな。その面白かったなーみたいな、うん。ちゃんと決めてから。ごめん、クモ。もう一回やりたいらしいわ。はい、やばい。言えよ。おもろいから分かるけど。言えよ。やろうやろうや。なるほどな。分かる。やってみようか。やろうか。あ、違う。あの、いいよ、やるよ。あ、うん、これで次お前らまた負けたら。1個遠いコンビニ行くよ。それぐらいやるよ。だから、まあ、クモは勝ちで最後のバトルや。2人残ることは絶対あるから10人でやる。そうやな。最後の2人はルールが変わるのね。何？1が5に勝つことがあります。はあ、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 なるほど。ジャイアントキリングです。奴隷が王様を倒せるように、うん、ほぼじゃんけんやねんけどな、うん、まあまあ似てるわな。正直アイコがこれになるだけやねんけど、だから人数多いからこそなんか成立するっていうか、じゃんけん以上。そう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 、じゃんけん以上の勝ちができる。あ、だから俺とミヤちゃんが今からこれをやります。あ、なるほど、ね、でも出すのは1から5でいいってことだよ。1から5でいいけど、うん、正直言って3とか出してもあんま意味がない、ね、だから出すとしたら正直1か5か4。5を倒そうとして1出してきてるときにこっちが4出したら普通の数字が大きいから4、ね、おもろ。でも5出してたら数字大きいけど倒されるっていう。これで5、5やったらどうなんの？これもうアイコですね。あ、アイコか、うん、おもろ。やろうや。言うで。思い出せ、藤井の今までの傾向かいな。傾向。こいつはボケる。こいつはハンバーグ弁当いつも買う。一斉ので。お前何やねん。そらそうなるやん、ボケるとか言われたら。ボケるとか言われたらそらこうなるわ。一斉ので。あ、俺の勝ちです。ジャイアントキリングが起きた。起きたってこと。今なるほどね。どれが王様にか。これ面白いからぜひ。これ面白い、うん、面白い。やってみてくださいよ。みたいな年末やったな。こんな年末だな。年末年始は一生分のうまいもん食うたな。ああそうなの。最高級しゃぶしゃぶ。おお。最高級刺身。おお。キムチ鍋。最高級ではない。それは。それは普通の。庶民的キムチ鍋。就職後はしっかりしてるから。素晴らしい。わかりやすい。わかりやすい。いやほんまにもうほんま食って飲んでだけやな。家族で飲んで潰れるん。時もある。俺一回何年か前にめっちゃ飲んでて、そのまま夜終電の新幹線でこっち戻ってきてんけど、新幹線トイレで吐いてぶっ潰れてた。もう一瞬、あん時が一番新大阪品川が短かった。ええわ。そんな品川やった。そんな表現は。意外と新幹線って居心地悪ない。ああ、あんま新幹線の席が居心地良くなくてな。うん、あ、俺後ろ絶対倒せへんねん。なんで？気使って。あれ、それなんなん？お前俺その派の人おるやん、たまに、うん、あんま分からんねんけど。もうあの論争のイメージよな。許可取れっていう人がいるやん、うん、俺許可取んの嫌やから。何でお前許可されなあかんねん。え、じゃあ無許可で倒せやん。いやいや、無許可で倒したらもしかしたら、いや許可取れって言ってくるやからがおる可能性があるやん。あ、もうその可能性がある段階で俺は嫌やん。なるほどね。だからそれやったらもう前のめりでこう。なんで前のめりやん。いや、直角しんどいやん。まあまあまあ、直角でこう座ってんのやったら、うん、膝に肘ついて、うん、この格好でずっとこうやってね。そのそう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 、そういう格好で2時間ぐらいずっとおるけど。ジャックハンやん、その体勢は。伺ってる。伺ってる機械を。
違うよ、分かってるわ。一回おかんが東京来る、遊びに行くわ言って、うん、ついて合流して、ほんなら来てもな、久々の東京で楽しみたいか、新幹線早いやろあれ、早く着いてまうからな、全部普通電車で来たもん。普通何してんねん。かわいらしい、前のおかんかわいいねんな。7時間ぐらいかかったし。すごいな、いいな、すごいよ、そういうのしたいよな。なんか一回やろうとしてたよな、カルタ作ろうとしてなかった、50音そういう企画しようとしてなかった、なんか全国回ってさ。いつの話、ね、大学ぐらいの時やけど。めちゃくちゃクリエイティブやな。大学の時に全国回ってカルタ作ろうとしてなかった。俺覚えてて、そんなことを言ってたような気するけど、カルタではなかったのかもしれんけど、俺の潜在意識おもろ。覚えてないか、多分ほんまに思ってないから覚えてないと思う。でも今考えたら面白そうやな。おもろそうやね、うん、分ける50音。ああなるほど、ああめっちゃおもろいやん、それ。そうそうそう、3で割り切れへんからな、50って。まあ大体でやんとなくでやる。3で割ったらなんぼや、20、嘘つけるやん、50割る3やろ、うん、あほんまや。一気にオーバーやけ。要は、はって言うたな。16、17、17か、誰が16か、さっきので決めようや。おえ、ちょっとね、どういうこと、分けてどうすんのそれ。作んねん、普通に全国とか関係なく全国行くんや。全国行く、なんでそのつながりが分からんねん。全国行ってどうすんの。全国行く、全国行くんや。でカルタを作るんや。ガツかお前、それ以上いるか。いるわ。だから一軒につき1カルタとかじゃん。例えば北海道へ行って、あーとかやったら、あーから始まる北海道っぽいカルタを作るってこと。そう、多分俺破産者じゃん、別に聞いてや、破産者に聞いてや。でも俺天才的なこと言っていい、50音あれやんか、都道府県って47やろ、確かに。でそれがちょうど50音が47やったら、うん、いいやんか、うん、和、お、んの、おと、んは抜けるんよ。お確かになってことは48やん。おお、あと1ならへんねん、誰か足した、違う だからそうなるよな。知られない、誰か足した。だから最後の和をここにするんかなと思ったけどな、最後の一音を出発地点にするんかなと思ったけどな。うわぁ、こんな前気な。小賢しい。まあそういう感じでいろいろ企画も考えていきましょうや。そうやね、うん、今年の抱負ある、あなた。俺、お前ちゃう、お前ちゃう。今年の抱負言って、うん、なんか言っといた方がええんちゃう。確かに確かに、うん、今年の抱負は、はい、はい、信号を守る、1年間はやる。それが抱負やから。よいしょ。